では早速なんですけど、伊藤アナと西岡アナと井上アナでは年次が20年くらい離れていますが、これまでこうして話す機会ってありましたか？3人ではないです。いや、まず3人はないでしょ。で、飲みにも行かないでしょ、うん、で、西岡は、僕と3期違いで、3期違いで、一緒のスポーツの種目を担当している時期も長くて、なおかつすごい愚痴でたがり屋さんだからあ、当時ね、当時伊藤さん聞いてくれてるよっていうので、だ当時一番悩んでる時期なのよ。で、俺はなんか心に残るアドバイスを何か残してる。あーとね、ちょっと待ってね、ごめん、俺の引き出しから出てこないな。ちょっと待ってね、俺も言ったあんまり記憶がないで、井上はさ、何なの、あの天性のなんていうのかな、天性のなんかアイドル的動きをする。ああ、ちょっと嫌なんですけど、画面に映ってなくてもってこと。静かに。本当嘘だ。いや、本当そう思う。いや、俺も違う。俺さ、目覚ましのチームはさ、はい、みんな挨拶してくれる。でもね、俺されたことないから、あれ人を選んでんだと思う。ちょっと違うんですよ。俺らにゃんにゃん対象者なの。違うんです。ちょっと言い訳っていうか、しかないんですけど共通の趣味がありまして。そうなんです。そうなの。いやいや、ちょっと待って、何の趣味？趣味っていうか、ね、まあちょっとあの恋愛リアリティショーみたいな興味があって。そう、そのリアリティショーを西岡さんのお家で奥様の手料理として見るっていう。コロナ前ですけどね。ね、やりました、コロナ前やりました ね。ごめん、それで何の話？いやいや、まあ、スポーツ、バラエティ、報道、情報、まあ、ドラマは唯一私はあんまりやんないけど、まあさ、その制作4部門の仕事で局アナとしてアプローチする上においては、もうね、基本的に同じ、もう同じ、もう絶対そう思う。だからそこ変な垣根を思わない方がいいし、だから本当にあのおっさんで、だから何か発言を求められると必ず言ってるのは、もういろんな仕事を若いやつをやった方がいいですって言ってて、現場が欲しいって言ってるやつはやらせろっていうのだけ一生懸命言ってる。だけど、まあドームの問題もあるし、そこは難しいんだけど、でも絶対自分のキャリアに置き換えたら、もう本当にいろんな仕事やった方がいい、やらせてほしいってみんな思ってると思う。そうだよね、そうだよね、そこは貪欲な方がいいよ絶対。そうですよね、うん。